2018年10月現在、都内8店舗、トレーナー100名を超える規模に成長したライズアップイングリッシュ。ゲストに寄り添い、結果にコミットするトレーナーを育成していくために、入社後には1ヶ月の新人研修が用意されている。バックグラウンドが異なる研修生全員を、ライズアップイングリッシュのトレーナーとして求められる水準まで引き上げ、店舗に送り出すのが研修講師の務めである。業務ユニットリーダー、金原由紀。ゲストとの1対1のマンツーマンレッスンとは違い、研修は1対複数人。1人の様子を見るのも決して容易ではないが、金原は一度の研修の中で同時に10人以上の研修生一人一人の様子を徹底的に観察し、一人一人に適切なフィードバックをしていく。あ、もう本当よく見てる人ですね。本当に一人で覚えてて、これすごいなと思います。本当に彼女がこれほどまでに一人一人と向き合い結果にコミットできる理由は何なのか。ザ・ポールスター、今回は金原の観察力の秘訣に迫った。この日はあいにくの雨。金原は研修を行っているアカデミーへと向かっていた。アカデミーに着くとすぐさま今日の研修の準備に取り掛かる。ライズアップイングリッシュのメソッドのなんていうかこう復習を兼ねてロールプレイングして理解してもらう。結構印刷が多くて毎回。現在受け持っている研修生は総勢18名。研修生の前に立って講義を続ける金原だが、ただ自分だけが一方的に話をしているわけではない。一人一人の様子をしっかり見ながら理解しているかを観察しながら進める。本当に分かってるかどうかを見たいから見てるっていう感じですかね。結構一方的に喋ることって本当無駄ですよね。多分分かってないのにこんなに声からして喋るの結構大変なのに、分かってくれないと意味ないなと思ってるので。講義が終わると次はロールプレイング。金原も研修生の中に入り丁寧にフィードバックをしていく。1ヶ月の研修で取り扱うのは英語力だけではない。コミュニケーション、コーチングスキル、マインドなど、ライズアップイングリッシュのトレーナーとして身につけるべきものは数多くある。過酷な研修のように思えるが、実際に受講している研修生はどう感じているのだろうか。すごく厳しい研修ではあるんですけれども、やっぱりこういったいい条件に恵まれて中でこう一緒に切磋琢磨しながらやっていくっていうところで、はい、そういったなんだろう厳しい困難もこう乗り越えていくステップっていうのがすごく今楽しいですね。こう一人ずつにアイコンタクトをすごいしっかりしていただいて、私がちょっと分かんないなって顔をしたらこうすごくアイコンタクトで大丈夫って聞いてくださるので、質問もしやすくてそこは学んでいきたいなと思います。ゆきさんのようにバリバリとでもこう爽やかにいろんな人にこうアドバイスを的確にあげられるような、ああいうかっこいいトレーナーになりたいなと思ってます。研修講師の絶大なサポートに加え、研修生同士支え合える環境があるからこそ過酷な研修でも乗り越えることができる。中にはアカデミー卒業後に連絡をしてくるスタッフもいる。手紙でなんか今までのことを書いてくれててすごい感動しました。秀樹さんが泣いちゃってもそういうのはすごい嬉しいですね。あとなんかメールとかで配属された後もなんか研修のこと時のことをこうありがとうございましたっていう風にお礼してくれる研修生の方も何人かいて、もっとトレーナーの方も何人かいて、それは本当すごく嬉しいですね。なんかこうやって頑張ってますとか、今でもなんかこう私たちのこと思い出して連絡してくれるっていうのはすごい嬉しいですね。金原をはじめとした教務ユニットのメンバー、そして本社のメンバーの陰の努力に支えられ、1ヶ月で10名以上のスタッフを店舗に輩出する体制が出来上がってきている。 100% 出来上がるのっておそらくこの先もそれ目指してますけど、やっぱ現場との乖離とかはあると思うので難しいなとは思ってるんですけど、良いものにはしていきたいなと思って毎日改善を重ねてるっていう感じです。業務ユニット配属当初は研修を作ることの難しさに悩まされていたという。大学卒業後にカナダへ留学、帰国後は英語を生かした仕事にはつかなかった。2度目の転職のタイミングで
自信を持ってできる仕事がしたいと考えていたところ、知人からライズアップイングリッシュを紹介され入社を決意。トレーナーとしてスタートを切った金原、英語を教える楽しさを感じつつ、同時にゲストの結果にコミットすることの難しさも痛感していた。先輩トレーナーからのアドバイスを受けながら、まずはゲストを徹底的に観察することから始めた。レスポンスが遅かったりとか、止まっていたりとか、んっていう顔をしたりとか、こう首かしげたりとかっていうのがちょっとでも見えると、あ、まだ納得されてないなとか、メールの返信とかでこのやり方が合ってるかちょっと不安ですとか、そういう言葉が出てきたら、あ、これはちょっと次回のセッションでご成功体験を済ませて、あと仕組みちゃんと説明しなきゃいけないなとか。苦労しつつも一生懸命ゲストと向き合おうと努力をし続けた結果、少しずつゲストの結果にコミットできるようになっていった。そして入社から半年後、研修担当をやってみないかという声がかかる。まだ全然形になってなくて、それを作り上げていくっていう段階だったので、不安というよりはまあ楽しみな感じも大きかったかもしれないです。業務ユニットに配属されてからの数ヶ月は、上司に教えられながら業務内容をとにかくインプットする日々。新しいことを学べることがむしろ楽しかったと語る金原。ところがそんな日々も数ヶ月で過ぎ去った。3ヶ月ぐらい経ってから、まあ、自分で全部やらなきゃいけないってなった時に、ほとんどのことを、でそれですごい悩むようになったのがその時期ぐらいからですね。試行錯誤をして研修を作りながら、同時に事前準備や研修生への課題へのフィードバックなどもこなしていかなければいけない。入ってきた時に、やっぱり整ってないこといっぱいあるよとか言われてたので、別に整ってないことに対して文句言うっていうのは私はあんまりなかったんですけど、でもやっぱりやってくださってることがこんなに大変だってことがやっぱ見てないから、その本社行って直に 見てることとか、そのメールとか飛んでくるのを見てて、あ、すごいかなり時間かけてやってくださってたんだなっていうのは、そこで初めてというか、まあ気づいて、なんか恥ずかしくなりましたね自分が。トレーナー時代には気づかなかった多くの業務量、そしてゲストの結果にコミットするトレーナーを育成するという責任が重くのしかかった。しかし悩んで立ち止まっている暇はない。今やるべきことは何かと考え、金原が取った行動は徹底的に観察するということだった。トレーナーとしてゲストの結果を出すのに苦戦していた頃の打開策と同じだった。上司の方のやってるのを本当に真似して、こうやって喋ってるなとか、本当にもう書いて、喋り方じゃないですよ、順番とか、喋ってる順番もあって書いて、で次自分がやらなきゃいけない時にそれでやってみてとか。上司の話している内容は全て録音し、業務後や休日の時間を返上して徹底的に練習した。すぐに集団に対しての話し方が上達していく実感は得られた。しかし研修生一人一人の理解度はまだばらつきがあった。それならば研修生一人一人を徹底的に観察すればいい。金原は研修の中での一人一人の表情や発言内容、研修後の課題の様子を細かくチェックし、一人一人に合った言葉を選んでフィードバックすることを心がけていった。うまくワークする人もいれば、この人の場合はちょっと違うっていう時もあったりとかするので、その時はじゃあちょっともう一回こういう違うアプローチやってみようとか。研修生の反応は日に日に変わっていった。ゲストと真剣に向き合っていた時と変わらず、研修生一人一人とも真剣に向き合う金原。その姿勢は研修生にも届いていた。好きな映画の話とかをしたんですよ。でその時に私が発表した後に、真由子さんが使う日本語ってものすごく心に響きますみたいなことを言ってくれて、でそれはこう人柄から出るものだと思いますしみたいな感じで、その人自身を根本的に褒めてくれる、褒める力とか承認とか、すごく私たちが研修で学んでいたことを雪さん自身が目の前で私たちのためにやってくれるので、それを参考にすればいいかなって思いましたし、時には現場から届く厳しいフィードバックを苦しく感じることもある。そんな時
金原の原動力となるのは、研修生からもらった感謝の言葉や自分のことを頼ってくれるトレーナーの存在だった。すでに100名以上の研修生を店舗へと輩出している金原。上司が抜け、責任を重く感じる時期もあったが、今では金原を支え、共に研修を作ってくれる仲間も増えた。現場でゲストに寄り添えるトレーナーを育てるために、やれることはまだまだたくさんある。土台がさっきも言ったように できたばっかりなので、内容のブラッシュアップをしていきたい。でそのためには研修チームだけで考えてもやっぱ意味ないので、現場にヒアリングしていきたいっていうのはありますね。まあ、最新の研修受けた人たちが今どうなってるかとか、だいぶ前の研修受けた人たちがどうなってるかとか、そこはなんか話しっかり聞いてみたいなっていうのがあります。でそれでまあどんどん形をいいものにしていって、現場に出た時と研修で学んだことのギャップを減らすこと、今直近でやりたいことですね。ライズアップのトレーナーはやっぱりゲストの方に寄り添う、そこにつけるかなと思います。英語に自分も自信があって、英語が好き でそれができることでいろんな世界が見えるっていうことをゲストの方に伝える。で寄り添いを通してゲストの方に夢を叶えてあげたいと思っているのがライズアップ研修トレーナーかなと。ゲストに寄り添い、ゲストの人生を変える、そんなやりがいのある仕事をするトレーナーを増やしていきたい。そう願う金原の挑戦はこれからも続く。